っていきまーす。意外とうまそうでしょ。お疲れです。いや久しぶり。おーこっちちゃめっちゃ久しぶりっすね。だなぁ、なぁ俺ラストしてさアサリゲーに飢えちゃってマジでラストクソおもろよな。ラスト面白かったっす。マジでラストマジでめちゃめちゃ面白かったっす。最高だったラスト。ラストも終わっちゃった。ラストも今日で終わりだな。すごい超盛り上がってましたよ最後も。あ本当 PVE がすごかったね。PVE めっちゃ多分スタミさんとかがやってたレイドが多分一番盛り上がってたと思いますけど、レイドだけだったらレイドのあれだったら、ね、日々の盛り上がりで言うと PVE の方があったなんか確かになんかずーっと継続的に盛り上がってたイメージがあるわちょっと面白かったですからね PVE のあの、ね、施設とかみんなが建てたお家とかがめっちゃ良かったです。エブンデス2ダイ。あよしいやーこれ今からですか？今からちょっとあれだから。あの、僕今ラストやってるんですけど、うん。拠点に戻って寝てきてもいいですか？そしたら。あ、オッケー。トロちゃん見つけたらさ、トロちゃんやんないってちょっと言ってみて。あ、オッケーです、オッケーです、オッケーです。行ってきます。うん。マル、ちょっと、あれだな。何してんのって、まあ、トロロさん探しに行ってる説。ワンチャンあるかもな。気をつけろ！お前だけ。どうしました？トロちゃんはもう死ぬほど可愛いぞいや俺がメロメロになる可能性があると思う、ね、そうそうそう。でもその可愛さのベクトルがちょっと違って、あー綺麗可愛いじゃなくて、はいはいはい、うー頭撫でてーっていう友達ん家の妹みたいな。あーなるほどなるほど、うん、あのちょこれ名前出していいか分かんないですけど、あの配信者でスタさんが、うん、一番最初にシーズン2で絡んでた人いるじゃないですか。一番最初にシーズン2でバロランとよく配信してる方なんですけど、あああかり。そうそうそう、はい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 。俺あかりさんと一回このラスト内でこう一緒に歩いてたんですけど、うん、結構いいっすね普段さバロランとか e スポーツゲームやってると心がスタンドいるから、はいはいはい、たまに他ゲーするとね、すごい素直な気持ちでゲームできるんだよね。ねえ、なんか俺もあの時が一番楽しかったんですけどあの日以来一回もインしてなくて、うん、やっぱりね帰っちゃったね修羅の国帰ってしまった多分ね比率付きが足りなかったんだろうね。配信見たら13時間コンペ回してて13時間コンペと思って、そんな回せんのこの子と思ってとんでもねえ定力してんなと思って、ちょっとあの腕回してるだけのなんか おもんない動画なんですけど、へえ、なんか TikTok って分かれてて多分、まあ本当にイケメンが再生数稼げるのと、うん、まあちょっとクスッと笑えるぐらいのやつ稼げるんですよ。あと音源っすね。なるほどね。あと乳出してる女っすお前アイドルはダメなんだよ。あ、ごめんなさい。そういうこと言っちゃう。ごめんなさい。マイタケのグループのファン層って何歳ぐらいなんだろう。高校生から20歳ぐらいじゃない？いやでも中学生からする多分割と。すげえ。一番多いのが中学生から高校生までで、うん、でそこから上はもちろんいるんですけど、やっぱ比率的には多分どちらかというと若い子の方が多いですね。じゃあお前乳出してる女とか金輪際絶対言うな今後何かの間違いで言ったとしても 100% 謝罪動画だぜ。下ネタやめますわ。じゃあ俺今日やめとけお前は。そうっすよね、中学生なんて今やっぱりですもん、ね、そういう時にね、ああいう時になんか乳とか言ってるやつの良くないよコンテンツは。でどこまではいい。抱くとかもダメじゃないですか。抱くとかも、いや、いや、抱くはいいんだよな言葉のセンスだけ気をつけていければ。そう、言葉のセンスをちょっと、はいはいはい、さっきのはね、あれよ、お下品。じゃあどう言えば、じゃあお胸をちょっと出してる人って言えばよかったんですかね。出してるもちょっとお下品かな。さらけ出してるみたいな。さらけ出してる強調だ、強調。さらけ出してるもっと下行ってるから気をつけろお前、ワードセンス
っぱこうやって成長していくんですね人は。そうよ、危ないですもんね。もしここにねトロロさんいたらもう炎上してますからやっぱ。ダメだよダメだよ。俺なんか DM 送られてきたの。なんかそのみんなで終わった後、そのラストがね、ケンキ君っていう人と一緒にやってたんだよ、はいはいはい、トロちゃんが。はい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 。タルコフやってたんだけど、はい。めちゃめちゃお嬢様らしくて。え、そのトロさんが。小さい頃までなんかメイドさんみたいのがいたみたいな。家に。そう。で、両親がその友達の両親のお仕事何って聞くんだよねって言ってた。え？すごくね。あるんだなーって。すごい世界だ。マジですげー。で、なんで配信者してんのみたいなケンキ君が突っ込んだら、家ひりついてんだよねって言ってた。今もちょっとギクシャクしてるって言ってた。とんでもなく、だからもう、すごいよね。いるんだなと思った。 俺消されないっすか。だからお前がなんでこの話をしたかっていうとだよ、はい、お前がもう絶対に口を滑らせないためだよ。まあ来るか分かんないけどね今日ね。本当に怪我しちゃいけない人だから。ネタでもネタでも俺汚れてほしくないもん。絶対下ネタ言いません。じゃあもう絶対ってか、まあ、そういったらあんま言わないですけど。だってね、だってね、マジビビったのがポケモンが分かんなかったって言ったもん。はポケモンが分からない。なんか見たことなかったんだって。待って、ピカチュウ分からないってことっすよねそれって。そう、黄色のネズミって言ってたよ。で、ドラゴンボールも分かんないから。なんか今回のさ、バリデじゃん、せい、モノマネの人。そうそうそう、何のこと言ってるか分かんないって言ってた。マジっすか。でもこれでバキとかしてたらどうします。ハンマー裕次郎が生まれた時に、うん、ミルクをよこせみたいな言ってたよね。言ってたな。生命のレベルが一個ずつ一緒に下がったんだよね。ハム太郎とかも分かんないって言ってたもん。ハム太郎分からないのはまあまあ分かりますよ、年齢としてね。俺別にハム太郎の歌してるだけで、別にハム太郎の話をしてるかって分かんないですもんね。あのアサリがねラストより面白いよ。ちょっと遅くなって誠に申し訳ないんですけど、はい、今ちょうどなんか猫麦さんがレイドしてるみたいで。ああ、じゃあイベント中なんだ。なんか最後に やっちゃおうぜみたいな感じか。いいね、いいっすね、レイド祭り楽しそう。最後、あーマジでちょっとあと一人、お前ら友達。友達、友達知ってる？友達っていう言葉。友達ってなんだろう。今のリアクションなんだよ。友達ってなんだ。友達、僕閉会式でソバルトさん以外に話しかけられなかったっすさっきの閉会式で。なんでお前シーズン1とシーズン2を経てそんなことになるんだよ。なんで？なんかまあ俺自身結構ウキウキで、あ、舞茸さんじゃないですかって言われると思ってドヤ顔で言ったら、ガン無視っす。誰にも話しかけられずに、そばさんが俺の顔見て、お、舞茸さんだ、おつれい話してくれて帰ってって。想像つくわ。ちょっとさ、塩だよな、あの人ゲーム内。ちょっと待って、今なんかトロさんが死んだんで終わるかもしれないです。トロさんが死んだ。トロさん